どっちでもそれでは出発。もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。寿司もうまいが、この店はお吸い物も絶品なんだ。体に染み渡る。ここは神室町でも老舗なんでしたっけ？ああ、ここの味は昔から変わらねえ安心する味だ。変わらない味か。なんだかいいな、そういうものも。何か辛いことがあった時には支えになってくれるだろうな。孫妃にもそんな時があるの？私を何だと思ってるんだ。いろいろ考えることだってあるさ。ごめんごめん。でも変わらない味が安心するように、私たちも変わらないでいたいね。悲しいことがあっても顔を見たらほっとしてもらえるようになりたいな。ふん、そりゃいいな。でもすでに俺は桐生さん見たら安心しますよ。ヤクザ連中に取り囲まれたりしてたら特に。それはみんなそうじゃない？っていうか、まずヤクザに囲まれる状況になんないでよ。ったく、何の話してんだが。まあ、こんな緩い話できるのも気の置けない仲になってるってことなのかもな。へへ。そんじゃあ俺らが桐生さんにとってのお吸い物ってわけですね。遠慮なく吸ってください。それはなんか嫌だ。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。どちらまで行く？それでは出発いたします。
っしゃいませ。いただきます。スナックはカレーがうまいとこ多いけど、この店のママが作るカレーはマジでうまいな。ああ、しっかり味が染み込んで絶品だ。丁寧に作っているのがよくわかるな。そういえばうちの店のお客さんが言ってたんだけど、ゴルフ場のカレーもすごく美味しいのが多いんだって。それは聞いたことあるな。ゴルフ場にはだいたいカレーがメニューにあって、ご当地でうまさも違うから食べ比べするのもまた一興らしい。なんでそんなにゴルフ場にカレーがあるの？みんな好きだから？まあそれもあるかもしれないわ。注文してすぐに料理を出せるから客を待たせなくていいっていうのが大きいようだ。なるほど、合理的。店によってカレーのうまさが違うなら、それこそスナックだって負けてねえ。今からこの辺り一帯のスナック回って食べ比べしてやろうぜ。お前、この辺に何軒スナックがあると思ってんだ。面白そうだけど非合理的。ごちそうさま。ありがとうございました。おう、来たな、キリュウ。今回はちょっとした報告があってな。少しかかるが、時間は大丈夫か？ああ、大丈夫だ。報告ってのは他でもね、秋山のことなんだ。秋山？何か、あいつの近況が分かったのか？ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、未だに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか？あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってのはそういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたら、きっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、雄也たち、まさかの狭山とも会うことができた。またそういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだから、もう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるが、どうだ？実際一派からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥かだよな。
自分が死人になって世間との関係を断ち切る。お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのはまあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ、待った、伊達さん。ん？なんだよ。この店いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこねえ。もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！覚悟はいいか？さて、始めよう。いかん、飲みすぎて。結構調子いいかも。おい、おら、容赦しない。痛いの飛んでけ。よし、バッチリ。よく吠える。やって止めねえと上がらないよ。頑張ってきなよ。しのげるかな。ざめる。調子がいいのぞ、私。おい、おら、よし、覚悟できてる？もうギブアップ？仕留める。これはどうする？調子出てきたぜ。よく吠え。終わらせる。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。相手にならねえな。まだ強くなれるとはな。見とれないでよね。まだまだ強くなれる。格が上がったね。何者なんだこいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。お前、そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんてそうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、桐生さん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこ
いつらに俺たちを襲わせたのか。ねえ、今まで伊達さんには何度聞いても桐生さんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました。あ、いや、それはほらね、またこれだ。秋山、お前何を。なんか人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して、あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散した時は死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか、そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ桐生。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ。俺はもう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。分かったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど、そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ秋山。俺に挨拶もなく長いこと神室町を挙げてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東条会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で、行き着いた先がシンガポールか。さて、シンガポール？誰がそんなこと言ってるんですよ。え？違うのか？
違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど。こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構。俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピンリューマーを差し向けてきた。そういや孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかくあんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけ者にされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて水臭いにも程がある。わかりましたよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、キリュウさん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがてえが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束ってもう一生日の目を見ずに過ごせなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやはるとくんとも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接はるかたちに会っても大道寺一派は見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。分かってる。だからこそだ。あ？今の俺とはるかたちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはねえ。それはどうなんですかね。うん。俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、キリュウさん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、キリュウさん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっとはるかちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山。俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたらはるかたちに会えば死ぬのが怖くなる。そう思ってるだけの臆病者かもしんねえぞ。キリュウ、お前、あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。
心の準備をしておくんだな、キリュウ。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルトも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか。見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃあとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくちゃ。まあとりあえずな。いらっしゃいませ。いただきます。やっぱ冷やしトマトは外せねえよな。シンプルでうまいぜ。そうっすね。もちろんこのトマトもうまいっすけど、さらにうまいトマトがあるんですよ。ほう、どこにあるんだ。俺が趣味でやってる家庭菜園で育てたトマトです。そういえば足立さんにガーデニングのやり方を教わってたわね。トマト作ってたんだ。おいよ、小さい畑耕して大事に育てたトマトは格別だぜ。カラスとの戦いは壮絶だったけどな。うん、カラスね。ってまさか拳で解決したんじゃ。そんなわけねえだろ。ちゃんとカラス除けとかあらゆる工夫をしたさ。 CD 吊るしたりとか。 CD ってカラスに効果あるのか。少なくとも俺の菜園にはなかったっすね。CD の隣で普通にトマトつつかれてました。ダメじゃん。結局対策はどうしたのよ。いろいろ試したが、カラスが来るたびにカーテンを開けてにらみつけるを繰り返してたら何も近寄らなくなったな。カーテン開けてにらむだけ。カーテン開けてにらむだけ。無言のまま何もしない。ただただにらむだけ。それはマジで怖いわね。私がカラスなら二度と行かないわ、その農園。そういうことよ。美味しいトマトのため俺は睨み続けてやるぜ。それじゃあ私も家庭菜園やってカラスに困ったらなんちゃんを呼ぼうかな。ああ、いつでも睨みに行ってやるぞ。難波の目力ポスターをホームセンターで売ったら案外ヒットするかもしれねえな。ありがとうございます。それでは。
消えてくれない？覚悟してよね。終わらせる。相手にならねえな。エモいぜ。邪魔するつもり。覚悟してよね。終わらせる。度胸だけは買ってやるよ。素直に喜んでおくか。開けてみるか。開いた。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。
いつ食っても牛丼はうめえな。超特盛りでもペロッと食えちまう。うまい安い早いってな。俺も昔から世話になりっぱなしだ。おなじみのキャッチコピーだけど、3つ全部達成するのって大変よね。だな。それをしっかり体現してる名コピーだ。俺にもそういうの欲しいな。例えば？早い、強い、すごいとか。最後適当になってない？あと早いって何が？足とか。足速いとモテそうだろ。足速くてモテるのは小学生までよ。てか、なんちゃんが走るの速いイメージってそんなにないんだけど。まあ実際速くもねえしな。じゃあ却下。ちなみに桐生さんだったら？強い、渋い、エモい。なんでお前は最後いつも適当になるんだ？なんだ、エモいとは。心打たれるみたいな時に使われる若者言葉ね。エモーショナルのことだと思うけど。ああ、そういう意味だったのか。お前は知っとけ。ちなみにこのうまい、安い、早いは時代によって順番が違うらしいよ。昔は店に入って体感する順番で早い、うまい、安いだったけど、その後うまいをもっと追求して順番を変えてうまい、早い、安いになった時期もあったとか。へえ、そうなんだ。ちゃんと時流に合わせてるのね。すごいな。ああ、エモいぜ。早速使いこなしてる。ごちそうさま。ありがとう。気分を変えるか。こんな感じか。何を選べ。どれにしようかしら。どうかしら。第一印象。私の好みとしては、どれを着ようかな。俺に似合うのどれだ。見違えたろ。身なりは大事だからな。始めようか。力の差を見せてよ。脇が甘いな。ほら、はい、配る。
まあこんなもんだ。悪くない。人生これ成長ってな。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。なあ、ラッキーセットってさ、何歳まで注文していいと思う？ラッキーセット？ハンバーガーにゼリーとおもちゃがついた子供向けのセットメニューですね。キャンペーンの時だけ数量限定で頼めるんですよ。お子様ランチみたいなものか。どうした、童心に帰りたくなったのか？ちげえよ。ただ今やってるラッキーセットのおもちゃが昔読んでた漫画のやつでちょっと懐かしいなと思っただけで。ここのお店は特に年齢制限ないわね。気になるなら頼んできたら。さっき残りわずかって張り紙してあったし。何何？いい年した大人がお子様ランチを頼むのがおかしいとか？気にせず買えばいいと思うよ、ナンバちゃん。ガキ扱いすんじゃねえよ。余計頼みにくくなんだろうが。欲しいと思うんだったら注文すりゃいいと思うぜ。ただそのラッキーセットとやらは子供向けなんだろ。本当に欲しい子は買えなかったみたいなことになるのはいただけないと思うがな。分かってますよ。おい、残り1個だそうだ。頼むなら今だぞ。あ、親子がレジ前でなんか迷ってる。どうするの？注文するの？売り切れだって。終わったか。えらいぞ。よく我慢できたな。今度ゼリー買ってあげるからね。だからガキ扱いすんじゃねえって。ゼリーはもらうけど。もらうんだ。ごちそうさま。ありがとうございます。見せてよ。脇が甘いな。これはどう？結構調子いいかも。手加減はなしだ。勝負あったな。大人の渋みが出てきたぜ。開けてみるか。やったぜ。どこにしてんのか。ちびるんじゃねえぞ。後悔するなよ。力の差を見せてやる。止める。これはどう？ほら、ここは任せて。どうした？相手してやる。よく吠えるね。見せてあげる。調子出てきたぞ。私も狙うか。
やろうぜ。もうギブアップ。ボムだ。うわ、ダウンと出ますよ。調子出ないな。力の差を見せて。手加減はなしだ。度胸だけは買ってやるよ。まだ強くなれるだろうね。いい感じ。人生これ成長ってな。大阪で有名なスイーツショップ。新しいマッサージ機と いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。調子に乗るなよ。来て来て。終わらせる。相手にならねえな。大人の渋みが出てきたぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。俺マジでたこ焼き好きなんだよね。いただきます。ちょっと大丈夫？もっと落ち着いて食べなよ。いや、目の前のたこ焼きにテンション上がって猫舌なの忘れてたぜ。ここのたこ焼きは中がトロッとしてるから、外が多少冷めても中は熱々だ。それがいいのよね。外側のカリッからのトロって感覚ほんと好き。わがわがほんかほんかのほうが。飲み込んでから話せ猫舌。ああ、
おっと失敬、ついつい止まらなくてな。しかしよ、このたこ焼き食った後にハイボールグイッていくってのはまさに至福の時間だな。ああ、酒が進むんだよな。止まらなくなるって難波の気持ちもわかるぜ。他のトッピングとの相性もいいからいろいろ試したいのよね。ソンヒはおすすめある？へえ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 。ごめん、ソンヒも猫舌だったのね。ごちそうさま。さまありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ふー、太めの麺と濃厚なスープが絡まってこれは絶品だな。野菜不足解消になって栄養的にもありがたい。私ずっと思ってたんだけど、ちゃんぽんって可愛い響きやね。どういう意味なんだろう。ちゃんぽんってのはよ、お茶混ぜになってるみたいな意味があるらしい。確かにいろんな種類の酒を飲むことをちゃんぽんって言ったりもするしな。ごちゃ混ぜね。それじゃあ私たちもある意味ちゃんぽんみたいなものかもね。経歴も肩書きもみんなバラバラ、総帥とか元会長とか、あと元ホームレスとか。元ホームレスそこに並べなくてもいいだろ。食い応えのありそうなちゃんぽんだ。栄養満点なところも同じだね。まあ俺らの場合は食われる前に食っちまうかもしれないけど。素材の主張が激しいな。ごちそうさま。ありがとうございます。中国人に道聞かれた時、中国語で答えられたんだ。仕事場の覚えがいい感じって聞いたわ。つけてんじゃん。ああ、バイト代結構入ったから。羨ましい。前に付き合ってたやつと復縁狙ってただろ。うまくいったのか。イベント始まるの来週の金曜だっけ。うん、そうだったと思う。校長。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。食った食った、ごちそうさん。ただ思ったより腹減ってたのか、もうちょっと食えそうな気もするな。あんま無理しない方がいいぞ。腹八分目って言うだろ。まあそれもそうっすね。私もちょっと加減を見誤ったかもしれん。そばだけじゃ足りないかと思い、カレーとカツ丼も頼んだんだが、そばとカレーで満腹になってしまった。がっつりフルコースいったわね。もう一品頼むかやめておくか、どうするかな。ナンバ、正直に言え、カツ丼でも食うか。取り調べみたいに言うんじゃねえや。もらうけども。もらうのか。人生で一度言ってみたいセリフの一つを達成したぞ。あ、俺もそれ言ってみたかったんだよね。早速カツ丼頼んで難波君に。一杯で十分だよ。つかなんで俺で達成しようとしてんだ。ごちそうさま。ありがとう。